ブータンの国民食たるエマダツイ。米は、ブータン赤米と白米の混合米。ブータン料理はブータンで食されている料理である。ブータンでは、一般的に赤米が主食とされ、口述するエマダツイや豚か牛のカレー、豆等が合わせて食される。調味料は砂糖や魚醤などが用いられず、塩やチーズ、バター、山椒などに限られているほか、 調理法のバリエーションも煮込み料理もしくは炒め料理のみと少ない。さらに他のアジア料理と比較してあまり油を使わず、ソースもほとんど使わない。これらのことから、質素な料理であると言える。また、ブータン料理や唐辛子を野菜として食す特徴を有し、唐辛子をふんだんに使った料理が多いことから、世界一辛い料理とも形容される。主食は赤米を おもとしながら、蕎麦や、トウモロコシも多く用いる。赤米は、食感は玄米に類似するものの玄米とは、異なりナッツのような味がし、また唯一の高地で栽培できる米の品種である。白米はブータンでは、ジャパンライスと呼称される。蕎麦は主にブムタン地方で、トウモロコシは東部地方で、米はその他の地域で食べられる。 ブムタン地方における蕎麦の食され方は日本におけるものとは異なり、蕎麦製の麺に唐辛子を加えて炒めた、豚やクレープ状にした、クレにする。ヒマラヤの丘陵地帯を国土とするブータンでは、肉は鶏肉や薬肉、干し牛肉、豚肉、豚の脂肪、雇用肉などが食される。魚は制御、干し用が市場で売られており、肉と同様、 野菜と唐辛子で煮込んで食される。寒い季節には肉や米、シダ、レンズ豆、干し野菜のスープやシチューに唐辛子とチーズを加えたものが好まれる。増春後は残り物の野菜を混ぜたご飯である。エマダチは大きなシシトをチーズを主たる材料とするソースに入れて作る辛味のある料理であり。 テキサス州やメキシコなどで食されているチリコンケソと似ている。エマダチには普遍性があり、また、ブータン人がエマダチに対して誇りを持っていることから、ブータンの国民食と呼ばれることがある。ジャガイモを主たる材料として用いた、ケワダツイや、キノコを用いた、シャモダツイ、カリフラワーを用いた、コピダツなどの派生料理もある。その他の料理としては、ジャシャマル、パクシャパン、 うどんに似たトゥクパ、バスアップ、チャーハンなどがある。ゾーンカゴでダチと呼称される牛乳から作られたチーズは生殖されずソースを作るために使用される。ゾエドエは東部地区で作られるダチとは異なる種類のチーズでスープに加えられる。ゾエドエは通常緑かかった色を呈し、強い匂いを発する。他にはチェダーチーズやゴーダチーズなどといった 西洋で作られているチーズと同じものがある。洋風チーズは、ブムタン県のスイスチーズ工場で作られているか、インドからの輸入品である。大衆的な軽食としては、モムやシャカムイーザイ、カブゼイ、シャベリー、ジュマ、麺などが挙げられる。大衆的な飲み物としては、スージャと呼称される、茶葉と塩、バターを用いて作ったバター茶のほか、ミルクティー、紅茶、ブータンの、 各地域で醸造されるライスワイン、ニンニク、ターメリック、キャラウェイが用いられる。前述した通り、ブータンでは唐辛子は香辛料の一種ではなく野菜の一種であるとみなされており、唐辛子が多く用いられ、ブータン料理には不可欠である。唐辛子が多く流通する時期は、生唐辛子が冬場の品薄になる時期は、 春の時期に大量に日干しして作った乾燥唐辛子が市場に出回り、年中市場で販売されている。生唐辛子は香辛料のような使い方のみならず、野菜サラダなどの一部として食されることもある。また、唐辛子を使った薬味たるエゼもブータン料理においては欠かせないものである。エゼにはサラダのようなものから様々な料理や米、 桃などにつける薬味のようなものまで多岐にわたり、材料や作り方なども作る人や地域により異なっている。ブータン国内の飲食店では中華料理やネパール料理、チベット料理、インド料理が人気である。近年は日本料理店や韓流ブームに乗って朝鮮料理店も開業している。ブータンには 料理が出されると口を手で覆いながら、メッシュメシュと言い、出された料理を食べることを断る姿勢を示し、その後2回目または3回目に料理が出された時は、断らずに料理を食すという食事作法がある。ありがとうございます。